から減点されてますね、これは。大きいですね。10番、クリスティン・フラゼル、イーゴリ・ルカニン組、アゼルバイジャン。リズムはフラメンコ。アゼルバイジャンのカップルです。クリスティン・フラゼル、イーゴリ・ルカニン。女性はアメリカの出身です。22歳。男性は26歳です。選んだリズムはフラメンコ、スパニッシュワルツ、フラメンコです。このカップルはコンパルソリーはファーストが16位、セカンドは15位でした。アゼルバイジャンのカップル、クリスティン・フラゼル、イーゴリ・ルカニンでした。非常に女性はフリーレグが綺麗に伸びて、リフトなんか綺麗なんですけど、フラメンコのホールドとか、こうフラメンコのスタンスではないようなオリジナルダンスなんですね。やはりフラメンコの特色、下に打ち付けるような蹴りとかね、足使いっていうのがちょっとなかったり、プログラム構成自体もフラメンコよりフリーダンスのような雰囲気だったんですね。で、曲は確かにフラメンコの曲を演奏してても、それがなんかフィットしてない気がしますね。このカップルは世界選手権は3回目の出場になります。これはミッドラインのシンクロナイズツイズルですね。もいいカップルになりますとすごい見せ場になるんですけどね。ちょっと2人が離れてまっすぐ進みながらだんだん寄ってきちゃって、それもわざとじゃなくて、もう技術的にちょっと足りない部分で寄ってきちゃう感じがするんですよね。これはフリーレグ綺麗に伸びてスピンのところでしょう。おそらくマントやなんかを表現したりするんですよね。スピンとかリフトで、ね、いいんですけど、なんかこうフラメンコと違うダンスをしてる気がします。もう一息その特色が出てるといいと思います。ちょっと振り付けなんかもフラメンコらしくないですね。得点を待つキス&クライです。マークスフォーコンポジション。
得点が出るようです。まずコンポジションの得点、ファーストマークです。下は 4.1 からになりました。上 4.8 までです。そしてプレゼンテーション、下は 4.3 になりました。上は 5.0 まで出ています。5点台はこの 5.0 一つだけでした。やっぱりスパニッシュスタイルっていうところがちょっと欠けてますね。